フップーは、テレビジョン放送用の無線中継伝送装,装置のことで、ある。英語では、マイクロウェーブリンクと呼ぶのが、一般的である。フップー NT21A、SAT 中継者拉致取材風景、RSKSNG 中継者フップー中継風景、主に放送局外から、映像、音声素材を、放送局に UHF あるいはマイクロ波を用いて、直接または、 間接的に幻想し、演奏所では受信した映像、音声素材を加工して番組として放送する。代表的な使用例は報道、スポーツイベントの中継などである。特にマラソンや駅伝の中継では地理的に広範囲をカバーする必要性から数十台、時には100台以上の腹風送受信器を駆使する場合がある。代表的な下半型の装置は 送信機と受信機とに分かれ、それぞれパラボラアンテナと一体化した公衆波部と制御部の K4 筐体となっている例が多い。このシステムが中継車ではなくヘリコプターに搭載されればヘリテルシステムとなる。送信機は中継車で使用するものは陸上移動局のヘリテルシステムは携帯局の免許を要する。一般に送信機、受信機のどちらも 制御部と高周波部は高周波用同軸ケーブルで結ばれている。制御部と高周波部の映像、音声信号のやり取りは多重化されたものを電装損失の少ない低い周波数に変換して行っており、電源も制御部から高周波用同軸ケーブルに頂上させて高周波部に送っている。なお、UHF 帯ではアンテナが大きくなるため、高周波部から 特に伝送損失の少ない同軸ケーブルなどを短く用いて外付けとしている。これは制御部にビデオカメラやマイクロフォンなどの信号を直接接続して使用できるようにすること。不風のアンテナは基本的に高所に配置する必要があるが、UHF 波あるいはマイクロ波を高所に置いたアンテナまで伝送する場合、一般的な高周波用同軸ケーブルなどでは、 伝送損失が大きく、かといって、動波管などを用いると持ち運びに向かなくなるためである。マイクロ波、UHF 波ともに直進性が強く、送信機と受信機の置かれる場所は、基本的に見通し範囲にあることが必要である。放送局外の現場の送信機のアンテナから、副写された電波は演奏所で直接受信できる場合も、あるが、現場から演奏所を見通せない場合には、 見通し範囲にある高い山や鉄塔などに受信設備を設け、ここで受信して演奏所にリレーする。また放送局の送信所は見通し範囲が大きいことから、ここに受信設備を設置する例も多い。他に、取材先の中継車で受信し、ここで一時的な番組制作を行うこともある。フプーでは、鋭い指向性を有するパラボラアンテナやヤギ、豚アンテナを用い、 受信基地への番組素材伝送を行う。移動中継車からの番組素材伝送は、正確に受信基地を狙って、アンテナを向け続ける必要があった。この作業は従来、人手によっており、非常に困難な作業であった。近年では、デジタル変調技術の進歩により、携帯電話などと同様に、無指向性アンテナを用いて、複数の受信基地に番組素材を伝送。 リレーする方式が取られるようになり、この部分は無人化されるようになってきている。伝送方式には、当初より用いられてきたアナログ方式と、1990年代後半から導入され始めたデジタル方式とがある。後者は、シングルキャリア、すなわち搬送波を一つだけ用いる、QAM 方式と非常に多数の搬送波を高密度に配置するマルチキャリアの OFDM 方式とがある。 日本では UHF 及び SHF に以下の周波数の割り当てがある。1、2GHz 帯と2、3GHz 帯は2012年4月に総務省国事周波数割り当て計画の改正により割り当てられたもので 800MHz 帯を携帯電話の周波数を世界標準に合わせるために放送業務での使用が2019年3月31日までとされたことの代替措置である。 800MHz 帯は2017年3月31日に移行が完了したと公表された。使用期限の対象となる無線局数は総務省ホームページに掲載していた。ありがとうございます。